なんかね、今止まっちゃった。ごめんごめん。マグニチュード 4.3。うん、神奈川が震源に近いんじゃないかな。なんかね、山梨も揺れたみたいよ。河口湖とかあの辺は、うん、だからどこの地盤がどう動いてるのか分かんないけどね。どうぞ。再開できます？大丈夫でした。はい、大丈夫です。確認できました。ありがとうございます。さっきもちょっと一つサイン二ついただくんですけど、もう一つですね、うん、名前とか出てるところ、あ、ここね、はいよ。フルネームでいいの？あ、もうそこはもうあの文字だけでも結構ですね。はい、あとは外か。だから最後点火もやるんでしょ。うん、お願いします。いつもだいたいゴミ袋二重にするから。お湯出してみてください。お湯ね、はい、はい、うん、つかないな。あ、ちょっとエラーが飛んでるかもしれない。何回かやっていい？何回かやんないとダメ。あ、そっか、空気入ってるから間に。まだ来てないのか。一瞬ついて消えたんで、もうあと1回か2回。1回か2回。もう、あ、ついた。来たね、これでね。はい、これでもガスが通ってることなので。うん。見た感じも全然色悪くないでしょ。不完全とかないでしょ。大丈夫でしょ。綺麗に燃えてるでしょ。すみません、もう一度サインいただきます。はい、今度はペンでタブレット中枠の中に指でお願いしたい、うん、指でね、はい、
はい、ありがとうございます。空いてるやつは全部ダメだからね、これも。はい、ありがとうございます。わざわざすいません、ありがとうございました。ご苦労様です。じゃあこれでガスはやったから、脂肪はね、1袋あったんですけど、使えたどうかな。いや、1本抜いてみて、ダメだったら切って持ってこい、持ってるから。さ、うん、ゴミだけためのさ、さっきちゃちゃっと一緒にやるの。ゴミだけ何？ゴミだけごままとめるの。じゃないと、まだあるよ。下がさ、うん、もうあれ、早い時間じゃないと。あー、そっか。うん。それだと面倒くさいことになるってことか。やることなんだかんだあるくせに何にもやってねえ。やってねえな、このジジイとか。俺はゴールちゃん来てくれるんだもん。家で放送見たら、あ、これは私行かんでもいいよ。いや、来なきゃダメ決まってんじゃん。ダメよ。私はダメよ、ダメ、ダメ。こういうのほら。おい、野菜っていいね。でかいね。じいさん、降りてきて仕方ないじゃないか。何じいさんになってんだよ。あ、このじじい今日やらねえぞって思ったんでしょ。そうや、だから明日やん。で、そんな頑張りまして、明日そんなんやったら料理に専念できへん。いや、俺は専念するから。私明日あるやん、いつも通り6時とかそんぐらいに来るつもりやん。早めだよ。明日だって早めに開けんだもん。5時開店だよ。マジで？これから5時に開けるんだから、うちは。ちょっと違います。それは、まあ。5時だからね。言ったね、じゃあ。うん、俺はに、もう2時、1時か2時には家出るから。うん。いいね、でも健康的やね。でも、5時開店でいいと思うよ。だって、そうやって営業時間が短いからみんな集中するだけで、早ければばらけてくれるから。何？しかも黒で。何が？何の？ああ。閉店は12時です。5時でもいいんだけどね、朝の5時まで。頑張れ。お前は？私12時上がり。で、バイトが12時上がりとか言ってるから12時閉店になります。どうせ12時上がりでも1時になるんだもんな。私の場合は1時半とかになるんですけど、洗い物はやって、だから私は遅い時間に入ってもらえるんだ。ダメだよ、早い時間から入るんだよ。もうこれ以外やらないんだから、何も。ここだけだから余裕だべ、ゴルゲ。いや、あと1秒が。1秒はいいから。つい
ないと歩けないんで。よっさんじゃねえかいいからネタは。ラバーズエのか。ラバーズエ、うん、朝の5時までだったら始発があるし助かるのに。確かにね。見るの楽しみ、配信ある？あるよ。あるよ。米も炊かなきゃな。茶漬けぐらいはさらっと出したいね。簡単だから。鮭茶とか。サラサラっとね。まあまあ余裕ですわ。米とかって余ったらどうすんの？うちのね、炊飯器めっちゃ高いやつなんですよ。お店に置いてあるやつ、うん、保温がね、俺の試したのでは48時間は楽勝、うん、どこの炊飯器、これどこだっけ、これ高かったんだよ。象印の IH のやつなんだけど、これめっちゃいい、熟成なんとかってやつ、うん、まずくなんない、全然まずくない、すげえこれと思ったもん。ああ、いや、これはすごいよ。ああ。うん。保温力が半端ねえ。そうなんだ、俺ね、高えなって思うわけじゃん。安いのも売ってるから、炊飯器って。でもなんで高いのかなと思って、買ったら意味が分かった。うん。うん、型番どこに書いてあるのか分かんないんだよ、うん、いや一番じゃないもん、こんな、そんな、だから安いのもあるんだけど高いの買ったの。だって電子レンジだって、これ水入れるやつだよ、ここにあるのは。オーブンレンジ、ああ俺の店にあるのは、うん、なんか、うん、はい、ゴミねっつったの、こっちゴミ袋ない、出しちゃったから。ゴミ、新しくゴミ袋作って、ああ、あ、まあいいわ、こっちでも全部ゴミ、どうせここに入れてもまた、こっち入れてもまた出さんやな。そうだね、うん、じゃあゴミ袋二重でもう一個作ってよ。あよー、あよー、これは俺がいつも買ってるやつ。あ、じゃあ通報か、じゃあ1、あ、1、10じゃん。割れ物とかなければ。わあ、ある程度ペーパーからいいかな。大丈夫？あ、電池はちょっとある？あ？電池はある？こっちに？うん。店に？うん。おい、おい、おい、だっけな。曜日だろ？曜日、一束ある。マジやつ？あ、ええー、とかね、ちょっとがある。でさ、ガムペじゃないけど、透明のやつあった。あるよ。あ、それでいいよ。あるよ。これ手切るなよ。うん。置いといて、そこら辺。灰皿、ここの、うん、上に置いて。天ぷら、天使もあるし。おう、あのチャリだろ、あああれいつもなんだよ、あそこよ、ババアのところよ。
店はうなでオーナーは別じゃね。また始まったよ。何度見ててもわからない。あ、豆柊さん、ありがとうございます。5000ポイント。ありがとうございます。来たこれ。ありがとうございます。因縁つけないでね、賃貸契約者名、あの、トム塗りだから。俺社長、俺オーナー。はい、アンチ敗退。サメちゃん、また一個かすばれちゃったね。あの店や、うな名義じゃねえからって。お前何言っちゃってんのかな。何言っちゃってんのかな。ジーマ、いい加減。嘘つくのやめろよ。また涙目かよ、おい。ジーマ。おいしょ、おいしょ。お。ちょっと待ってね、今一応やることがいろいろあるの。発泡スチロールも全部投げるよ。あ、いいよ。これ市場に行けばいくら分くれるから。ごめんね、みんなね。悪いね。うん。伝えることは手伝いますよ、おじさんは。そう、私の言葉やで。あんたの店やろって言われた。宮崎さんのオーナーは誰っていうの店どこやろ。いや、うん、いいオーナーの店ですよね。ただ、でもそうなると売り上げをくすねれねえから、俺は。それそこ行くんだ。これに新しいのもう一つになって。サメ、ウナのマネーゲーばっかり。というかさ、だから結局、サメちゃん、ここ俺名義なんだけどっていうのは、まだ泣くのあいつ。
もうまた俺が負けでいいよとかって始まるんだよ。ねえ。また俺負けでいいよ。負けもないもんね、謝罪しろよ。風評被害よ。ごめんなさい、してください。ねえ。完全敗北だよ、だから言ってんじゃん。何言ってんの、こいつって思ってたもん。なんで名義人が俺じゃねえとかわけのわかんねえけど言ってんじゃん。ほんと。申請バカみたいな。ああ、土下座は別にしなくていいよ、ただごめんねって。なんか知ったかしちゃってごめんなさいでいいの。ああ、別に許すよ。うん。だからみんなそう思わない？みんなはさ、鮫島の話面白いなって。いやーなんだよ、結局ウナー、オーナーじゃねえのかよって。あいつ契約者じゃねえじゃん、みたいにさ、思われても、今の書類見せただけでもう終了だからね。うん、ただ簡単なことなんだけど、あえて俺そんなことに向きになって対抗しないだけ。どうでしょ？嘘って言ったからいけないんじゃん。知りもしないことをさ、ね？俺がうなをぶっ潰すとかさ、あいつのことはこうなんだ、ああなんだって。てめえが結局言ってるの全部嘘じゃねえかよ、みたいな。ああ。どうでしょ？これは別にどっちでもいいんだけど、ただ今聞かれたからたまたま店にいるし、見せるよって。だって別にそんなの隠す必要もねえんだもん。うん。なんだよ、結局サメ島嘘つかしいじゃねえかって、お前らは怒るだけです。どうした？それ表。うん。表のあの角っこ、そのためにビールケースも出してくれ。あそこにそのお仕事を売るときは、それだけ。あ、子供の相手してる暇ないよ。いや別にサメ島がまたなんかね、わけのわかんないこと言ったら、それはそれで面白きゃ俺はいいと思ってるけど、ただ、なんか、あいつの店じゃねえなんて言われたことはないよね。うん。バリバリってのが気になる、これ今ね。待ってね。あとね、1、2、3、4、5回やる。バリバリは。鮫島逃亡？逃亡しないで説明してもらわないとね。うん。また泣くのかな。昨日もね、ギブアップですなんて言ってたから。あ、浜田明さんありがとうございます。昨日もう俺負けでいいから、負けじゃねえんだ。おめえが勝つとか負けるの前にお前謝れ、これ。あんだけお前好き放題言ってやがってよ。事実誤認なんだからよ。そんなのおめえ鮫島のよ、話聞いてよ、なるほど鮫ちゃん、さすがだよなんて言ってたやつらを全員裏切ったんだから。ってことだよね。そうじゃない？鮫島によ、期待しててよ、信用してたやつらを全員あいつ、すっとぼけて裏切ったんだよ。そうだろ？おかしいじゃん。そりゃサメアンチも増えるわ。自業自得だよ。嘘べい。まあしょうがないっすよ。俺のせいじゃないからね。俺は自分の普通に、いやそんなことないよって言っただけ。嘘かったよ。でそれはじゃあ私次これ出すのと。うん。もうタレはすぐなる。あのさ、おしぼり1本だけちょうだい。
冷蔵庫に全部ぶち込むわ。何を？なんで？ああ。それとりあえず足の肉は帰る。こっちでももらうわ。もらっとくわ。束で。束で。束ももうあんまないんだよ。あとテーブルの上にあるぐらいかな。俺また買ってくるわ、これ。テーブルの上にゴム袋はない。どっかにあったんだけど。うん、あ、じゃあ、貴重やね。まあでも、あと4つぐらいあるじゃない。サメ島ごときほっとけ。うん。いや、ほっとくも何もないんだけどね。ここら辺のもんはいらんの？いらない。伝票はいつもこれ、今年も。いや、それいらないやつ。うん。いいやつはいいんだよ。もう持ってってる。あの、止めて。うん。じゃあ投げるわ。ガスがついたから、温めて、固めて、だな。そんな感じじゃない。なんかまたね。あ、そうそう、これだけ持ってって、あの、忘れないで。これがここの。あとはないだろ、どっか切れてる。私んちのこれやから。ああ、うん。そこ置いとけ、ね。油スイッチあった？見えなかった。いいよ。これ家に持ってくやつだよ。ジョッキ、ジョッキ。家から発送するじゃん、欲しい人に。店はもうそっちに、な、2つぐらい店、家持っていっちゃってもいいんだけど。だって結構欲しがる人いるかもよ。あの、お店には行けないんだけど、あの、うなちゃんのお店のジョッキが欲しいよ。そっちよりもそっち、タンブラーの方が多いやろ。これはタンブラーか。の方が多いと思う。ああ。うん、おでん値段が上がりそう。いや別に450円でもいいんだけど。まあ実際問題400円だとほぼあんまり電気代のことも細いことも計算して儲かんないんだけどね。うん、うまくスルーするね。何を？うなちゃんって何してる人？にわかの人はスルーされてもしょうがないんじゃない？今更聞いてんの？みたいな。うん。何曜日が定休日になるんですか？何曜だろうね、わかんない。まだ決めてないでーす。あ、練り物は高くなってる、確かに。うん。にわかが多いね。うん、仕方してるわけじゃないんだけどね。もう俺はもうみんなが知ってると思って放送やってるから、うん、いいよ、ちょいちょい。使えるよこれ。あ、じゃあ2枚あるってことだ。これ入れりゃな。あと計算機とメモ帳、メモ帳とこれの、じゃいつも通りこれ入れて。うん、帳とこれがここなんだ。
あとはないな。また鮫島が何かしそうですね。熊本がさ、何？なんかさっきはさ、なんか俺の店行きますわなんて言ってたけど、来なくていいわ。申し訳ないけど。うん。ごめんね。うん。来なくていいんで。うん。あんた結構煽り系だから、めんどくせえし。いや、来なくていいよ。ってことで、はい、NG です。さよなら、くまモンさん。バイバイ。うん。いや、謝らなくていいから、さよなら。じゃあね。お前みたいなクソみたいなのいらねえから。ああ。来てもおとなしくしてろよ。はい、もう、放送見れなくしちゃいました。はい。どうもなんかね、引っかかんな、こいつって思ってたんだけど。蹴っちゃった。いらねえな、んなの。うん。永久。うん。いらないもんだって。これ結構そういうとこサバサバしてっから。だって過去のコメント、みんなも実は言わなかったけど、こいつよ、ああ、って思ってたんだよね。電気、鮫島が何かしそうですね。わらわらわら。お前いらねえよ。ああ。俺はこういう人間だから。ああ。ぶった切るから。こう手つけてよ。ああ。めんどくせえ野郎だな、こいつって思ってたの、ずーっと。うん。店に行きます？別に来なくていいよって感じ。うん。よく見てるな。おいちゃん、すごいよ、そういうの。ああ。うん。いや、俺全部見てんだよ、実は。うん。フレームアウトしてる時でも、顔はこっち向きながら、だから作業やってるから。意外と細かいよ、おじさんは。うん。まあ、いろいろとやってます。いや別に賢いわけじゃねえけど、コメントぐらいはきちっと見てるよ。逃してないんだよ。うん。ゲルゲは今はね、お掃除してくれてる。ホールの。寒かった？お前来るとき。いや、全然。寒くはねえんだもん。うん。むしろ、まあ、歩きやからな。うん。なんとも言えない。ブランクあるけどお店頑張って、意外とそこら辺多分大丈夫だと思うよな。あ、3日だよな。何だおいちゃん、ブランク取り戻すの。ブランク3日やれば元戻るんじゃねえの。まあ、やばいよ。使い勝手はさ、もう分かってるよ。あと忘れてるものがある。ああ、あれがなかったとか、じゃああれ入れなきゃなとか。うん。やることなんて高橋入れてるから、この店だったら。それゲルでこっち置いた方がいいよ、ケース。それ左明らか。あ、そうです。そう、うん、癖でそうなんだろ。あ、ポンと押せば開くから。明日クタクタになるんじゃない？そうでもないと思うよ。ゲルゲいてくれるし。いやいや、何でもかんでもお前にやらすわけじゃない。料理は俺しか作るのいねえんだから。あとドリンクと伝票だけだよ。ゲルゲにやってもらおう。うん。
そうそう、半藤さんが言ってる通り、あの初期の頃みたいな意気込んでね、無理する営業はしない。うん、二人でのんびりやるんだもんな。それこそ別に洗い物だって俺がやね、料理が止まってる時だったらやったっていいんだし、当然やりますから。うん、初日は満員だぞ。まあ焼けるげもそうやって俺に言うんだけど、そんなことねえから大丈夫だよって俺言ってるなあ。げるげな、おいちゃん、おいちゃん甘いよって。そういうのはな、あの覚悟しとかんと。それで暇やったことはさ、あれやん、まあ、なんかあのよく一応忙しくなる体で思っとかんと。どうかな、うん、だって大衆酒場うなだよ、困んねえよ、そんなに。そんなん言うやったらあれやで、まだそののんびりするで。早めには来て準備だけはしとくけど、そんなにわさわさすることはねえだろうみたいな。そりゃそうだよ。うん。そんな最初から混むよなんて思ってるのも嫌だし。ほとんどゲルゲを目当てで行く？ないなあ、それはないと思うよ。ああ。店行ったら説教されて、俺お客さんに説教なんかしないよ。好きなところ初日ぐらい混んでもらわんところあるよ。あ、そう。初日ぐらい混んでもらわんと、うん、初日今日らなんかそっからかんやったらもう私がやる気なくすわ。おいちゃんも焼きが回ったねって俺言われるんだよ、ゲルゲに放送外で。それが一番俺は多分聞くな。聞いてる聞いてるだな。お前それ言っちゃダメだろ、それ言っちゃダメだよ、明日があるよぐらいに言ってみたいな。うん、ああ、金土日かなって思ってる。金土日、日はまああれやけど、金土、金土日、うん、いや日曜もそこそこだと思うよ、そのでガラはないよ、うん、とは思ってるけどね。エレさん日曜どうすんのこれは。エレさんもいらねえやんな。これでも効能しなんかあるんだから、ね、うん、だけどめんどくせえからいい。いや、うん、クソ邪魔やん。そうなんだよ、それクソ邪魔なんだ俺って。玄関のこのあのこっちトイレの入り口のところに置いといてもいいし。あ、そうそうそう、それでやる。ええな。いや、今日はここにちょっとまあ荷物また積んでいく感じ。あ、そのガラスのパネルだけ斜めになってるの気をつけるよ。それいらねえんだもん、水槽のやつだから捨てていいんだ。よししろ、あとこのサーバーのやつで使うのにどけるから。ああ、えぇ、熱い。飲み物は他に買ってきてないの？ホットコーヒー飲みやけど、コーヒーだけでいいの。あとあのゴミ捨てに行ったら。細かいの持ってんの？持ってる、クルニーが違うの。店員さん来てこれよかったよ。ダボ切ってんだろ。あ、じゃあここだけ。そうさ、あれ、誰も映ってないよ、うん、多分。待って、うん、大丈夫。ノーブラかよ。ゲルゲは今上着をね、待って、男まさりのやつっつって脱いだ。チラ見しないよ、そんなに見たいの？見たくない。T シャツの方が良かったね、うん、でもあれじゃねえ、お前あの服を俺持ってきてるから T シャツか、どっかにあんじゃねえの、うん、1枚ぐらい別に着たっていいのあんじゃねえ、うんうん、10枚ぐらい着たら T シャツ入れる。そんな入れたのかよ、入れなくていいじゃん、2、3枚のローテでいいんだよ。いいなって感じがするけど、ああ、俺のが全部じゃないだろ。お前はあのくまモンのあれは使うんだろ。1枚ぐらいしか。でもお前着れるじゃん。これだけ多分な。あれは家だろ。
あの顔文字っていうかあれのやつだろ、ワーターの、うん、あのダクト回したんでゴー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 言っててごめんね。あ、それと電気とかに閉めてみた方がいい。誰か入ってくるか。まあいいか。おかさめ。いや、そういうわけじゃないけど。うん、米全部読めるし。ああ、確かにね、コメントの流れは、その、ニコ生とは違って、うん。チャンマン、通勤はモンキーで来るの。俺ね、モンキーね、店の下に止めといたら初日でなくなると思うよ。もしくはいたずらされるな。その前に飲んでるからな。ああ、飲んでるからな、うん、ああ、チャリの方が早いもんな。バイクは、うん、ああ、そっかそっか。月決めに入れば、スクーターに。ああ、かもな。やられんな。間違いない。ああ、そうだ、あそこはあれだ、月決めなんだ、あれ。ああ。あれでも、台数関係ねえもんな。入るだけ入れちゃってんだろ、契約のナンバーで。うん。まあまあ別にね、バイクで来る必要もないし、今ブチ君は一人寂しく、うーん、多分寝てんじゃねえの。ああ、向こうのな、おじちゃんの声もさ、見ながらやったら、あ、どっち、どっち、あれ、うん、うん、うん、だから向こうで新しいアカウント一つ作って、それと俺が相互にして、で、繋がなきゃダメだ。で、スカイプ自体はもうあのオフラインみたいな感じだけど。ああ、誰からも通話できない、その単独だけのやつにしてな。うん。まあ、それでいいや。じゃあもう一個アカウント作ろう。スカイプアカウント。ああ、いいよいいよ。アップデートかな、なんか。うん。なんか知んないけどね、うまく動かないんだよね、あれね。もしか、私の iPad にもできるから。うん、 iPad やったら全体映すのできないから。ウナを呼んで遠吠えしてるぞって言ってウナちゃん、それはもうないと思うよ。出てみたら最初だっけ。最初の15分くらいだよな。ヒカルちゃん来る明日だかな。あ、でもタックンが大阪入り住んでて、うん、何日に。明日、12日に、うん、で、できたらお土産持って来に来るって。俺に顔出せたらちょっと時間遅くなるかもしれないですね、みたいな。あの人、うなちゃん大好きだからね。だってこっちやもん。うなちゃんにもチューしないでねって言っといた。言っといた、うん、うなちゃんにはチューはしないでって。いや、するよあれ。あれするから。歯がない人の方がいいんだよって気持ち悪いから。俺どっち役だよ。歯が当たりそうとかしないで痛いんだよ。ライザップにね、チラセットは。ああ、そう、あれライザップ行ってんの、うん、やっぱあれ痩せんのかな、あそこ。すごいよ。だけど、あれじゃねえの、やらせることが強烈なんじゃねえの。食事制限とか、やっぱり晩だけがきついみたい。うん、朝昼はステーキとかなんだけど、晩だけはサラダ。夜に食うなって感じか。で、提出しなあかんね、自分で。ああ。自分で書いたやつ。それで、
規約に全部守ってそれでも痩せなかった場合だけ変化。ああ、なるほどね。それは食べんかったら相談するわけじゃないし、食わなきゃ痩せるよな。いや、安くても30万くらい。30万。ああ、そう、そんな飛んだ。なるほどね。まあね、もう、大変だろうな。あ、県民ショーやってんじゃん。豚骨ラーメンにマヨネーズが入ってるやつを食べるねえからそんな。見てる県民ショーバカだろ普通に。なあ、見てる、今見た。豚骨ラーメンの上にマヨネーズが乗ってんだって。バカじゃねえの。マヨ豚骨麺、これ本当にあんの？ねえ。いや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 、俺は多分無理だな、これ。ああ。栃木。ライスにかけてるよ。誰だろう、それ。おい。パンチのあるマヨネーズとの組み合わせ、メタボ体質な僕よりスレンダーな方の方が好きかな。嘘つくんじゃねえ、いいよ。いや、ないわそれ。ああ、ない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 、無理。ていうか俺豚骨ラーメン嫌いだからね。あ、そうだ、あのね、この間ゲルゲと一軒行ったの。それも全部捨てちゃっていいから。あ、違う。いや、いいと思うけど、俺はいらねえから。私。ああ、いや、いいよ。取っていれる。それさ、後ろのさ、カラビン。徳島ラーメンは俺ダメ。あの卵入ってんのダメ。あのすき焼きみてえなのは。和歌山ラーメンはオッケー。
でも和歌山ラーメンも2種類あって、豚骨系の方は嫌だ。あの中華そば系の和歌山ラーメンだったら OK。 うん、麺の用事、有名店だよね。どうかな。俺は食ったことないけど。尾道うまかったよ、俺も。うん、車庫前系やね。そう。うん。丸宮行ったよ、俺。元車庫前丸宮食いに行きましたよ。和歌山の帰りに。まあ好みの問題だから俺がダメっていうだけよ。うん、こうってのは本当俺も勘弁だね。ああ牛骨ラーメン鳥取はアピールしてるよね。うん、それはうん知ってるけど、昔から昔っつってもここ 4,5 年ぐらいじゃない、牛骨なんつってやってんのは。うん、やってるね。食べてねえけどな。お姫はいらっしゃい。どっちのグラス？お前の方。これ全部ダメだ。笠岡ラーメン、それは食べたことねえな。第二朝日は有名だよね。うん、あ北方はもう大好きよ。うん、それやっぱり持って帰られへんから。台車持ってくりゃ持ってくれ。違う、だってタンクラこんなにも持って帰って出す1箱ぐらいで。ああ、じゃあバラしてそこ積んどけ。うん、じゃ思ったけどもバラさんと。この箱じゃ幅がスペースが入らない。うん、そのうち誰かグラス買ってくれんだろう。うん、じゃない。はい、うなちゃんマンの店の大衆酒場うなのジョッキとちゃんマンズバーのタンブラーです。一つ2500円なんで、ぜひぜひお店に来た方は買っちゃってください。あと灰皿もあります。はーい、よろしく。2500円です。全部もう一律1個につき2500円。サインもしちゃいますよ、もちろんです。だってお前ら考えてみな。な、紙っぺらのステッカーが1枚1000円とか取ってんのに、こっち、ジョッキだよ。いつも俺と KP できるんだよ、放送で。あんたたち行くわよ、KP!KP! ってできんだよ。
ほら。あ？おらそうだよ。お家だってさ、デザインもこれオリジナルで作ってんだから、ほら。ねえ。見ておっさん劇場だよ、ほら。ちゃんと作ってますよ、ちゃんまんずばおっさん劇場。ほら、もういいだろう、これ。うん。プリントだよ。シールなわけねえだろ、お前。ユイガのパーカーが1枚1万円考えてみてください。金梅のこのちっちゃいステッカーが1000円、考えてみてください。彼らのやってる値段の設定と俺で違うでしょね。マジで。あ、これはいらない。うん、おいちゃんね、オープン、あのね、リスタートイベント、12月の15日で2周年記念になります。その時、部長さんの顔の絵と、大衆酒場うなの文字が入ったライター、来てくれたお客さんに、ただで、サービスでお渡しします。早いもん勝ちですよ。誰かみたいに100円ライターを売っちゃうなんてことはしない。サービス、セービス。2周年記念、今度は部長さんの顔がプリントされてます。早いものガチです。1人1個限定でね。いいよね、こういうこと。俺がやっちゃうとユイガ先輩さ、ライター売るとかさ、やりづらいよね。ちゃんめんはサービスでお渡しします。ここがパイの線とちゃんめんの違うとこです。何、ライター売っちゃうの？俺んとこただよ。ああ、当たり前じゃねえかよ。感謝だもん、感謝。パイの線は売るんだ。俺あげちゃうけどね。パイ線ギブるな、これで。またトレーナー2万1000円になってんの？嘘だろ、おい。あー、ギブだね、ギブだね、ギブギブ。あー、パイセンのサインは5000円。俺配信未会議で1枚500円でしたから。俺のは10倍かよ。1枚500円のサインが、イベントの時に、新宿でやったイベントで160枚お買い上げいただきました。うん、こっちの下に入れたい。なんで？切れてる。あ、うん。これって、まあ、ちょっと炭酸抜けちゃったかなぐらいじゃないんだけど。うん。え、そんなもんなの？
料理に使ったりとかするので、じゃあもうどっちに入れるとか、どっちに入れるか。まあ、スケスケもね。今しても見ないで。いいね、この冷蔵庫いいね。一気にやんのがいいね。冷蔵庫、何冷蔵庫でそんな浮かれてんの。何本ある、入れるんだったらあんまり、どこでもいいよ。あの下は一番手前はそこを俺が入れたいものがあるから。でも調味料があるよ、ここ下はな、まあ、いや入れとい て、 入れといて、後で俺が掃除する、掃除っていうか入れ替えるよ。破天荒価格、ゆいがだよな。いや、それ捨ててなくていいの。ビフォンなのでもいい、こっち、あの冷蔵庫に入れといて、これ。そう。うんだよ。全部そうじゃん、出てる。これ飲むよ、余裕で。だってこっちにも入ってんだもん。マジでジョッキが欲しい。通販してください。まあ機会があればね。もうすでに俺の銀行口座に振り込みしてくれた方はいるので、その方のはもう。ジョッキを2個、ジョッキとタンブラーと灰皿2種類で、もう早く送らなきゃなんないですけどね。これ1個とりあえず持って帰ってやろう。あ、こっちタンブラーは家にさ、だからジョッキの方ね。ジョッキ1個じゃ足んねえぞ。3つ。いやだからその1つじゃなくてもう3つぐらい置いといた方がいいよ。だから10個ぐらい、だから9個でいいよ。ああ、振り込みはもう送料はこっち負担でって感じ。値段はね2500円から下げることはできないの。なんでかっていうと、うちのお店にわざわざ来てくれて、あの会計終わった帰りにジョッキもね2500円で買ってくれた方たちがいるので、じゃあ急にね売りたくなって通販でじゃあ安くするよっていうわけにはいかないでしょ。それは今まで買って、あの、購入していただいた方に失礼に当たるから。あ、いらない人は NG で、さよなら。今、そんな話はしてない。いる、いらないの話をしてるわけじゃないんで、さよなら。お疲れさん。NG です。セット割引はないの？ないです。はい。ただ、送料はこっちは持ちますと。足代かからない分。それでもね購入していただけるんであれば送料はこっち負担でやりますよ。いや限定品なんだよこれ、数に限りありだから。いつなくなるかは分かりません。あと何個くらいある、その数で見て。24個入りが125ってことか、大体120個ぐらいか。でも俺は最後の1ケースは売らないからね。灰皿はどこに入れようかな。灰皿、あの箱もスペースなかった、もうあれでビチってやったのね。あ、じゃあこっちの下でもいいし、あの上でもなら、ここにもあるんだよ。あ、じゃあもうそこにさ、ここに置いてバラしてこっち入れたい。ここにあのこれどけるよ。いいよ、そうだよ、もうこのまま入れちゃう。
で、ウナとバーっていうのを書いてるから。まあ、これは後で確認するよ、うん。でもこれ、ウナとバーも書く。開けてみなきゃわかんないと。いや、うん。私が全部、見た？見ずに、箱で来てる時点で、バラ。前これずれてたじゃねえか。それ違うね。バーと同じのをあげたっていう。バーって書いてんのね。いや、お前のミスだったってこと。そこは何だ。いや、お前のミスだったってこと。で、こっちが限定の方。限定の方ね。限定は。ちょっともう汚いから空開けちゃって。いや、いい。限定は売らないんだから、これ。うん、それもちょっと汚いから。ここがすっきりしたと、うん、OK。 で、これタンブラーそこにもちょっとの中に入れて入れる、うん、これちょっとだろ、一番奥でいいよ、奥で奥で、うん、もうここにはおかんかな、もうだからそこは徐々に、うん、いいじゃん、それで。で、その鍋もこっちくれるんだったらもらうよ。よし。はい、いいよ。あ、いいよ。じゃあ、こっちの、おいちゃんの手書き用紙。手書き用紙は、これはこうじゃん。ああ、もういらねえんだろ、そんなの。一応でもちょっと痛い。ここも本当はいけなかったんだけどな。まあもういらんっちゃいらんけど。まあいいや。これね、でかいから、やっぱでも必要書類だから、その今でね、曲げて入れちゃう。一番下に入れるとこ。上でも下で。そんなの俺出さねえか。いや、折り曲げてベローンとか。ああ、破天荒トレーナーね、売れるのかね、買う人いんのかな。いや、わかんないよ、そりゃ。結構いい、ものはいいもの使ってんのかなって思うけど、俺は知らねえもんだって。研ぎ石ね。研ぎ石だろ、うん。これはどうすんの、それは置いとかないと。これそこにじゃあ。いやあっちの上がいい。ここでいいかな。ああ、さあさあさあ。もう、試験もあんまり食べるからね。うん。あと、ここじゃあ、あと何でいい、カラルやねん。それも捨てちゃうんだよ、本当は。実はいらないやつなんです。あとお前あれだよ。ああ、やったやった。ああ、あと1個。うん、2個。2個。あ、5個買ってんの。あ、そっか、こう3つしか入んねえからだ。じゃあ使うとき出したらええやろ。ああ、そうだな。もう頭に入れとけ。うん、でもあれだぜ、あのケース表に出すんだから、うん、どっか置いとかないとダメだな、うん、ああ5個買ったやろってお前言ってたもんな。でこれ、いやー、みだ、これを、うん、どっかに置きたいんで。もうだってもう日もさってもいかねえもん。私もあそこも計算通りな。いや、これ家持って帰っちゃってもいいよ。だって出ねえだろ。ここには置けない。置けないの。あの、電球に当たっちゃうから。これトイレか。そう、それはお手洗いよ。うん、いや、これもじゃあ。いいよ。あ、ディファールのさ、ディファールやん。圧力鍋、新しいの。今、全部やってんな。そう、あれ、予想
下げあれみたいな。でも、まあ、それでも一応低圧スポーツあるから、うん、いいっちゃいいけど、で高いわやっぱりある。うん、いや新潟のパール工業が一番俺はいいと思うけど。貝印ってこと？パール。うん、パール。貝印とは違う。新潟。新潟県のあそこのメーカーはまあめちゃめちゃ信用性はある。貝印はなんか刃物の専門店。うん。この間テレビで特集やってた。それいらねえ、全部捨てちゃって。もうだってもう使えねえんだ。じゃあ持って帰るわこれ。おう。じゃあなんか持って帰るもののお前のバッグに入れとけじゃん、そのリュックに。入んない、私物入ってスーパーの袋ないの。大きいもん一緒に入れたいから。紙袋とかでもいいよ。もうなくなったんだよ、全部使ってんだよ。あとまたあるかな。あるない。ない、わかった。うん、ごめん。まあまあ後でいい。うん、あとはサーバーかな。掃除だろ。嫌になってきたな、するの掃除。何？そう、サーバー掃除するの嫌になってきた。嫌になってきたの？疲れも。何になってきたんだ。でこれね、全部は出せないんだよ。こっちにあるのも。なんでかっていうと、うん、あのフックがねえから。ああ、そっかか。そうなの。じゃあどっちにしろ、フックに行かなかった。フック買ってこねえ。お前だからドンキ行ったら、うん、フック見てきてよ。うん、もうそれがあるから、例のどれ？ちょうちん。ちょうちん。ちょうちん違う、それマグさんが欲しいの。じゃあ、あの、ね、ここに後ろマグさん。うん。お店に置いとかないとダメだ。こっちの髪の毛が入ってるバージョンは、おじさんが欲しいんだって。いいよ、あげるよって、どうせ使わねえから。よし、これで厨房は全部完璧だ。こっちは、あ、こっちのデンデンももういいの。デンデン、うん、デンデンってない、うん、あ、いらない。これを代わりのゴミ袋に使える。よいしょ。前にあのゴミ業者に電話した時、うん、あれもう何でもかんでも持っていきますって言ってたから。持ってくよ。だからあの皿、あ、あれも OK って言ってたから前。よいよ。私が隣にする時に確認電話入れた時に言ってたから。うん、これ定位置に戻してる。うん、それはちょうだい。それ大丈夫です。あとさ、これ買えるってさ、まだ余ってんの。何クリアファイル。いやもう余ってねえと思う。なんか入ってない。あ、そうなんじゃ、クリアファイルも入れる。あ、何個かある。あるある。 あるこれ、これだろ。そうそう、あのメニュー、うん、あと1個。メニューに1個しかないやつ買ってくるわ。もうメニューいいよ。いや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 、やっぱり綺麗にしたいの。違うっていうか、もう綺麗にするのめんどくさいから入れ替えたらいいだけやん。おう、中は綺麗やから。紙は A4 だよ。うんうん、メモ、メモ、うん、そんなもんじゃな。あとは、あと電球持っていくよ。うん、はないかな。うん、まあ私はあそこ、あのコーナーは行かない。
いや、そんな余計なもん買ってますよ。スポンジとか、洗剤。あとね、クレラップがないの。何本サイズは50、50センチ。ミニの方がなくていいね。ミニは、あったらいいけど、なくてないけど、ね、一本でいいよ、とりあえず。あんま最初に手かけなくてもいいし。お前お金ねえんだろ。俺の財布あそこにあるんだよ。ボールペンまだあるけど、マジックまだ当てるから。マジックと、白黒と、いる。あと、ボールペンもいる。うん。そんなもんかな。靴はトラックスのみたいな。うん、偽物でいいよ。であとはそっちからあのレジのあの箱があのほら、内側の上に下にあるやつな、あれこっち持ってくれ、それで終わりや、うん、うん、明日までの間に合うの、全然間に合うよ、もう綺麗になったよな、だいぶな、こっちはね、うん、まああと掃き掃除ぐらいかな、うん、ちゃっちゃとやるぐらいだろ、そうそう、うん、あのエベスさんの笹が落ちてんだろ、うん、それだけだろ、だってあの業者が全部下一回掃除してるから大丈夫だと思う、うん、ああそっか、強いのにしてな、こっから抜き出すときにビヨーンってなっちゃうから、うん、あれやろ、あのビニールっていうか伸びる系じゃなくてこっち系やろ、そうそうそう、強い方、うんうん、あの透明のは透明のでいいんだけど、うん、強いやつじゃないと、どうなのって、これがないって大変だな、そんなことないよ、そんな難しくねえもんな、そうやね、うん、一から全部揃えるわけじゃない、もともとあるもんがあるからな、うん、で、ちょっとじゃあ船届けるわ、船、うん、で、それちょうだいよ、回線、うん、これだからこっちの上に置いときゃいいんだね、
サルートは。サルート、これもう一本サルート。もう一本あるね。うん。ジャスさんの中にね。よし、ケイ。やっぱ大阪人ってかさ、たまるな。うん、あとあそこ2本あったろ。今さしてきたけど、あいすってんべえよお前母さんよ。いや違う、もうあれや、使い回しやから置いといたら誰か母さん、うん、大阪人ってなんかそんな感覚やからな。いや表に置いてから全部持ってってくれるよ、雨降ってきた日に。あ、そっか、それも厨房機器か。あ、で、せ、何か私何買ったっけな、思ったら絶対に売ってるんかね、あれ。誰のフック。売ってるよ。何個かけ。5個は欲しいな。最低でも5やね。それを2つ。ちゃうからさ、買い忘れたってなったらまた上行かなあかんとか言うの。ああ、そっか。あ、だからそう、何回か頭入れてる。確かに。あ、これのエッグメーターがね、どうも捨てられた系なんだよね。エッグメーターは売ってるかな。分かってる、俺売ってるとこも知ってるから。壊れてないか。うん。壊れる要素ないから、それ割れないように気をつける。じゃあ入れといて。金になったらさ。うん。じゃあちょっと行ってこう。もうちっちゃい下手したらちょっと時間かかるかもしれん。そのドンキやから。うん。上下。いいよ。まあ、パイコンあったらさ電話入れて。
ラップも入れた。入れた。あ、オッケー。あ、じゃあ一応復唱していい。クレじゃなきゃダメだよ。サランラップもダメだ。サランはダメ。絶対使う。ね、復唱するよ。電球、クレラップ、クリアファイル、A4 の、マジックの黒と白、スリッパ、テーパー、ガムテープ、ゴミ袋。ガムテープは俺には別にいらない。いらない。ゴミ袋で、あとフック5個付きの、5個以上の2個、5個のやつだったら2つ、あとはそんだけだ。うん、 OK。 あとは俺が明日や入れるものがあるから、俺明日午前中から動くから。なんかさ、そこのさ、冷蔵庫の横ってさ、テント裸のシールじゃなくて、あれ、シャッターつくと思うよ。これは、うん、くっつく。じゃあ私出すときちょっと向こう側足になんか吊るしても見えないから、こっちでもいいけど、奥の方にさ、うん、タバコとかさ、いや、フックか、そうそうそう、あの洗濯機のあの前についてるああいうやつでカゴみたいなやつをポンってつける。あ、あんなでもいい、うん、そうそうそう、あれ一番いいと思うよ、大きいし、うんうん、そういうのもあったら、細いものな、こっちまで入ってこなくてもいいようにな、のちのちでもいいしね、それ。だんだん後でいい。じゃあ行ってきます。はいよ、行ってらっしゃい、よろしく。いいよ、いい。最後は俺の持ってった。あ、いや、はいよ、落とすなよ。はい、下ろすんだったら下ろせよ、金買んなきゃ。トイレットペーパー、それはあとあと、それは今の買い物で買うもんじゃないから、うん、大丈夫です。頑張りますよ。磁石をくっつかなきゃ、両面テープでいいんじゃない、貼り付けで、吸盤からんかな、フックで。うん、お店を開けるときはワクワクするよね。うん、まあでも最近の冷蔵庫はつかないよって言うけど、つかないのはないだろう。うん、二人で楽しそう。どうかな。楽しいわけでもない。ここに立つとやる気が出る。まあまあ、まあまあ、ちょいちょいやってこうかな。部長お家で一人。うん。は、うん、まあまあ。本心はやりたくないの？いやいやいや、全然やる気満々ですわ。うん、店に出ると表情が変わるな。気のせい、気のせい。お、そういやもう時間が経ったから冷蔵庫どうだ？がっつり冷えてっか？でも出るに開けたり閉めたりしてたわ。いいね。いいね、冷蔵庫。うん。新品はいいね。うん。いいっすわ。一日どれぐらい売り上げ出るとプラスなの？2万5千円ぐらいじゃない？
そんなもんかな。前から言ってることだけど。2万5000円でいいのかな。悪くないんじゃない、そのぐらいで。ざっくりだよ、ざっくり、ほんとに。ざっくり OK。飲み物が出ないと利益が薄いよね。どうなんかな。そんなもんかな。ここいける。ここは全部いけるな。店を続けていくのはかなり難しいと思う。まあそれは難しいでしょう。簡単ではない。ね。ぶっちゃけ利益とかお前か。まあ上がってないね。趣味の店と公言してんのにね。計算はするよ、それは当然。お客さんの会計は、もちろんですよ、まあ、しますけどね。よし、一応店っぽくなってきたな。カウンターの向こうがもう綺麗になったな。やっぱゲルゲルは早いな。もう早いじゃん。はい、ちょっと綺麗にしたわ。すごいね。あっちゅう間だね、あの人。店全体を写してほしいな。お店全体がどんなのかわかんないけど、お茶の店、ほら、玄関から、厨房から。はい、こんな感じです。はい、
厨房の中もまあこんな感じで、はーい、はい、はい、厨房です。はい、どうも、おはようございます。うん、こんじんまりしたかどうかわかんねえけどね。明日、明日、うん、そう、だからここだけ電球が1個切れてるから、うん、え、渋いっしょ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 、もういっぱい飲み屋の雰囲気満タンでしょ。ねえ。